さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラでーす。マリオプラスラビッツギャラクシーバトルやりましょう。さあ今日はね、前回でここ新しいところ、画材百景っていうところにやってきたんですけど、ここのステージね、すごく色が失われてるんですよ。そう、なんかね、ダークベステンタクルのせいでこの森から色が失われて、このね、本当は紅葉で赤い世界とかっていう感じでめちゃめちゃ綺麗なところらしいんだけど、すっごい色あせたことになったんだよね。なんで今日はね、ここの町の色を取り戻すべくまた今日も頑張っていこうかなって感じ。さあいきなり出てきたね、ダークネステンタクル。テンタクル戦うんかこれ。なにそう、ほら色ないでしょこれね。えこいつが色吸ってるらしいんだよ。だからぶっ潰してやろうぜ、色取り戻そう。ありました、これは森から色を奪っているテンタクルに間違いありません。ほう、それにしてもこの糸深そうですね。この井戸深い。皆さん、慎重に進むことをお勧めします。そうか、さもなくば底なし沼に落ちた虫のようにもがき苦しみ溺れていく結末が。嫌な表現やめろよなあ。指摘表現というものを試してみたのです。それ指摘かねえ。さあ、失われた色彩、枯れ井戸の中に降りていこう。さて、井戸の中に入っていきたいと思いますが、ちょっと待ってください。最初に、ここの、よいしょ、中間地点的なはしごだけ下ろしておきましょう。さあ、これでいつでも帰ってこれるかな。あそこにパウブロックとかある。いつか取りたいね。よし。では、行きましょうか、井戸の中へ。で、今回なんですけど、チームメンバーね、どうしようかな。決めていく？もう、ステージによって変えるのもありかなってちょっと思ったりしてるんだけど、今回はまだちょっと変えていくか。今回はじゃあ今回はチームハーレムで行こうと思います。さて、マリオとロゼッタで、そしてピーチ。ロゼッタかっこはてないけどな。このメンツで行こう。うちにちょっと見せたいよーっていうお店か。お得な匂いがする。つまらねえ、セストクがしたいよ。とびきりいいものだけ選んで売ってあげるよーっていう、ね、なんかうまい言い方してるな。あなただけ特別に売ってあげますっていう。ん、体力 50% 回復するやつとかあるんだ。ちょっと欲しい。1個だけ買っとこう、保険で。ねえ、困っちゃうからないと、そういうのって。さて、あと他は、またシークレットエリアがあるんだね。俺、メダルまだ1個持ってねえ、ここのエリアのメダル。ゲットしなきゃない、いつか。俺、サブクエやってないの、もしかして、一切。メインしかやってないのか、今。いけないけど、何これ。ねえ。さあ、謎解き系っぽいな、この井戸。深い井戸って言ってたよね、確か。え？どうやって攻略するんこれ。あー、こっち側がある。え、いや、積みました。あれ、ちょっと待って、なんか上から今コインがここあったの。今飛び降りれるここってわけではない。あ、違う、これあれだ。あ、見えるんだけど見えないもの。そうだ、あったな、そういえば忘れてた、そういうシステム。見えるんだけど見えないものがあるんだ、この世界には。ねえ、やっそう、なんか新しいビーポの力でこうやってね、サーチすることができて、そのサーチでその先行ったりできるんだよ。だからここも多分こういうことだよ。サーチして行くみたいな、そういうステージか。ここ、これはスイッチはめこ、あ、ここに本当ははめ込む感じか。なるほど、みんな全部理解できた。これ忘れそうだな、ビーポの力ねえ。よし、いや、でこれを上に持っていくか、今のところに。さあ、はめ込みましょう。ペット。ドア。さあ、はめ込むと、下に道ができたね。てれれれれれれって。ゼルダじゃないよ。よし、じゃあ、奥行きまーす。なんでもいっぱいあるな、ここ。なあ、ぶっ壊してやろう。ロゼッタな。てか、ピーチ使うのも、久々ではないか。ねえ。楽しく行こうな、ピーチ。ピーチ最強、なんかね、毎回俺最強から変わってんだけど、今、ロゼッタ最強、ピーチ最強、ルイージ最強、マリオぼちぼち。いや、ラビッツルイージも割と強め。ラビッツマリオぼちぼち。マリオズがぼちぼちなんだよな。エッジも強い。エッジはそこ強。結構強いだ。そこ強いより上だ。結構強。ねえ、みんななんか結構強かったりするからおもろいよ。なんかある。あ、出たな、ブロック。こういうことで出てくる時もあるんだね。でも大体やっぱ優しいゲームなんでね、コインが全部教えてくれるよね。これ何、この土管、これ上行きかな、さっきの上のところのやつ。え、全然ちゃうとこ出たわ。謎解きさんやんけ。
これむずいんや。君たちか。また会えて嬉しいぞ。ちょっと謎が解けず困っていたんだ。いつも解けてないな、お前。なんか豚の絵とか、何あれ、動物の絵がある。見てくれたまえ、この素晴らしい職人技を。床の模様きっと時間を表しているんだ。漢字の装飾が外れてしまっている。時間を表している。そう、この地域に伝わる謎と関係がある。謎はこうだ。朝焼けとともに、ねえ、キツツキが木をノックし、いや森は新しい一日の訪れを知る。湖には鳥たちの優雅な歌が響き渡る。はいはいはい。泥棒狐は夕暮れに現れて獲物を探していく。ね、日が落ちた後を夜を守る時間。ね、その目は二つ光り、その声は私を妨げる。ガザ百鬼に伝わる子守歌だ。むずすぎんか。朝焼けとともに、朝ってどれ、朝ってどれ。あ、これ、え、これが何か分からへん。もやもやめとしてるじゃん。だから朝がこれで、こうじゃないの。朝がこれで、夕方に狐って言ってたっけ。で、もやもやしたのがよく分からんから、これ入れといて、イノシシ入れといて。これ何これ。でもなんか知らんやつもおるな。分からん、これ何これ。これ違うやろ、こいつ。敵やろ、これ。ねえ。ちょっとこっちにしてみようか。どうだ、これで。ちゃうみたいです。もう一回教えて。朝焼けとともに、キツツキがノックして。え？キツツキって下か。あ、じゃあ、朝がキツツキだ。ねえ。ほう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 。泥棒キツネは夕暮れに現れて、獲物を探す。ね、落ちた後は守るものの時間だ、眠りを妨げるぞって。全然わからへん。ねえ、え、朝焼けがキツツキって言ってたから、朝ってこれか。朝これじゃキツツキだって。あ、これキツネやん、これ。夕暮れ、夕方、表現がわかんねえな。だから朝がこの多分キツツキのイラストでしょ。これ何かわかんねえ。えい、おお、お前誰やねん。泥棒ギツネ。うわ、え、もう一回聞くわ、ごめん。朝がこっちと逆なのかな。朝焼けが出て鳥たちが歌い出すって話じゃん。ねえ、で、キツネが夕方に出てきて夜に目が光るって言ってたけど、そもそも間違ってる。夜がこれの可能性がある。これ満月っていう意味かもしれん。で、下が夕方かもしれん。で、考えた上が朝焼け、で、朝がこっち。どうだ？あー、こういうことか。俺の勘違いタイムだわ。お月様か、これ。で、これ太陽か。そうか、朝の日の出の太陽が出て、まるっと出て、夕方が三日月で表現されてて、で、これ満月が夜になるっていうことでした。皆さん、謎解きむずいです。むずすぎる、これ。よし、いいもんゲットした。サンキュー。素晴らしい。君たちが謎解いたとこしっかり見ていたぞ。森の生き物たちがヒントになっていたとは、さまざまな命が息づいている。ねえ、入らず樹林。ねえ、入らぬみたいな感じ。これはあなたの君たちのおかげだ。感謝しておるぞ。賢いね、だろ。ねえ、むずいぞ、これマジで。これ解かれんくでもしゃあないわ、さすがに。むずすぎる。はい、ではね、さっき出したこいつ持っていきましょうか。で、謎解きはもうゴリゴリ。むずかったからだ、マジで。さあ、パコってはめ込みましょう。よし。さあ、さらに奥へ行こうか。今回で、この色、森の失われた色を復活してくれたらいいんだけどな。ね。結構道中長そうでむずそうだし。さっき来たね、失われた色彩のクエスト。ねえ、ダークメステンタクルを倒せ。腐敗の根。根っこです、根っこ。これが、もうボスなんかな？どうなんだろうな。待って、行くか。あ、ボスっぽくね。なんかめっちゃおるけど。ダークメス、ルーツを倒せ。出た、根源だ。根っこです、根っこ。え、どう倒すん？これ、狭ないステージ。なんかいる、スパックス。電気タイプだ、多分。エレキケドン、だって。え、助けてきてくれたのはいいことしてあげる。このダークメス、根っこを倒さないと下に降りれないんだ。え、下降りていくタイプのステージ。密で根っこを壊して下の様子が見れるはずだよ。頑張ってねーっていう。あ、僕たち君についてって、ここから出られたんだけど。狂気で新しい仲間と共に行きましょう。今回がこのダークメステンタクルネッコってやつがいて、どうすんだろう、これ。わかんねえや。まあ、でもこの普通にウィンドウ耐性持ってアイス弱点くんが
2体ですね。ストーンパレッタっていうなんかドッス持ってる女の子、こいつらボコしに行きましょうか。さあ行きましょうか。さてこれね、どうしようかな。いきなりアイス、あこれゴースティか。まあとりあえずいつも通り戦うんだったら、まあこうやってマリオがね、頭踏んづけちゃおう、頭踏んづけちゃった、頭踏んづけちゃった、マリオ踏んづけたーってやつして、よし、でスライディングはできへん。マリオやらかしです、それマリオやらかしタイプです、それマジのマジのやらかし、やらまりです、やらまり。どうしようかな、ロゼッタちゃん、ピーチちゃんもどうしようかな。ピーチちゃんなんかを適当にさ、ピーチちゃん、ピーチちゃんタイムしよう。ピーチちゃんとりあえずこうしようかな。ピーチちゃん最強なんで、こうあと一回スライディングとか、よし、スライディングしてなんかこうやって無理やりダメージ与えらんない。いける、一体はいける。もう一体入らない、これなんかワンチャン。あ入りそうだ、最強すぎる、ピーチ最高。よし、でラビッツロゼッタが一人倒せるだろう、おめえマジで強えから。あーラビッツロゼッタ、いやマリオと協力してやっつけっか。じゃあここはね話、えドゥルル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 、クリティカル出すぎじゃない。よし、もういいでしょこれで。はい、ドンドン、さあこれでボンボン、ダブルやっつける。さあネクトがどうこう出て、え下に参りまーす。これでさ、下降りた瞬間できていてきたらさすがに俺泣いちゃうよ。生き残れタイム、えこれやばない、おきどきしとこ長いのこれ、えこれやばいやろ絶対、えずるやん敵。これ赤はマリオ使っちゃったけど一回スキル使っとこう。これこのターン、このターン絶対ダメージ食らうもんな、どう考えても。うずるだろそんなの、もう出てくんな、タイガーボーボー、痛い、どうダメ、もう一発大丈夫、あぶねえマジ、お前ふざけんなスライディングねえ、お前ふざけんなスライディングからのふざけんな頭ポカポカ、頭ポカポカ、頭ポカポカすんぞ。でロゼッタもスライディングいやつけれる、ダメだ、よしターン終了だこれでエネミーターン、わわ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 やで。これどうしようかな、またすマリオがとりあえずまた生きり散らかそうぜ、生きりマリオしてタイガークローくんを踏んづけよ、またえいえい。でマリオ向こう行こうぜ、マリオ、よし、これむずすぎるやろここのステージ。これ一回これスピードサイトしとくか、マリオ。あで、あでもヒーローサイトしたらやばいかもな、これもういっか、とりあえずスライディングしとこう。いやーさあ一体どかして、ちょっと一旦離れとくか。これきつー、これエネミーターン、タイガークローか、タイガークローが出てくるのだるー、届かんか、移動距離地味に足りひんこいつ、あ足りてるか、それは足りてないんかい、えぐーこれえぐいって、ほんとに。とりあえずこいつだけやっつけますよ、一緒にやろうぜ。ちょっとね、毒毒の実使うかパワーアップの方がええかな。毒のダメージ意外と安いもんね、100が。ちょっとロゼッタのパワーで、いやロゼッタむしろ技使うより相手の動きを止めるやつ使った方が良かったかもしれんな、これ。まあいいか、攻撃力上げちゃったしな。よし、まあ、とりあえずストップしてもらうかい。ウィーウィー強まり、よしどうしようかな、こいつ。オッケー、まだ生きてるこいつ、マジ効いてないよ。一体1200ダメはやばいってマジで、やってもうたな今のやってもうたな、マリオ、マリオやってもうたマリオやで、これよっ、いやマリオキノコ使っとこう、キノコ食べてきマリオ美味しいやろこのキノコ。
いやすっげえダメージ与えれるけど。なんか動ける人いる？ピーチ動ける？ちょっと ロゼッタのちょっとあいつスライディングしてきて、ちょっと無理だ今回のターン。攻撃するのやめよう。さすがにきついわこれ。一旦お休み。エレベーターこれ一度これターンだもんな。どこまで鬼のことエレベーター長ないか。これ2時間ぐらい放置したらよくないか。待って、これはマジでこれでいいんじゃないの。またできるけど、それをこのターンちょっと一旦安静にしよう。みんな無理せず行こう。無理せずちょっとずつダメージ与えとこう。このターン生き残ったら勝ちやから、もうこれ何もせんでええんちゃう。実は何もしなくてよくて、これでよくて。いや、ロゼッタ本開いて、パカッ開けるな。終わりではこれで GG。 ロゼッタの遅延行為は強よ。良いこと良いこと。マリオだけちょっとねダメージ食らっちゃったな。キノコ使っちゃったよ。返してほしいぜ。さあ、地下の世界。待って、なんか広い広大なステージやけど、ここ何、ここ腐敗ので、ここから本番ってこと。ダークメスルーツを倒せ。また根っこやっつけろ。根っこ1、2、3、根っこある。1根っこ、2根っこ、3根っこ。あのダークメスの、やばいよ。ダークメスルーツをすべて壊せば、ここのテンタクルはやっつけられるはずです。了解、全部やっつける。でもダークメスルーツを壊すと、つながっているブロックも壊れてしまうようです。隠れる場所がなくなるから気をつけて。繋がってるブロック、あの黒い根っこみたいなやつか、水晶みたいなやつ、あれが壊れるわけね。やばいでしょこれ。だからこういうやつはね、このなんか下にラインついてんじゃん、このやつが消えちゃうわけだ。結構だるいな。アイス弱点、アイス弱点とスプラッシュ弱点の敵たちがいっぱいいるって感じね。オッケー、頑張っていきましょう。さて、じゃあまず右側から詰めていくか。ねえ、いや左側のやつらも結構やらかいだから、左から行こうかな、ここは。うん、いやー、でもやっぱり右側行こうかな。足場離れてるからな、結構だるそうだな、あっちもあっちで。みんな、じゃあちょっと行くよ。はい、じゃあいつも通りまたみんなマリオくんから行きましょう。スーパーマリオくんしていこう。スーパーマリオくん、はい、マリマリ、はい、マリマリで、マリオくんは引っ込みましょうね、隠れましょう。マリマリ、よし。でこいつアイス弱点だっけ、確か。アイス誰が持ってたっけ。ピーチが持ってるのか、アイス。さあ、ラビッツロゼッタにバリアチャージしといて。どうしようこれ、横から狙われるかな。まあ、いっか、ね、すごいすごいいい感じにダメージ入る。これスライディングしとくか、君に、君にやりたいスライディング。よし、これでいいでしょう。これで、はい、ドゥーン。よし、さあ1個破壊。ピーチも仕事したよ。さあ次、マリオ仕事することなくなったな、これ。マリオニートや。マリニーして、マリニーして、ラビッツロゼッツン、ラビッツロゼッツン、やつ殴りたいな、上のやつ。あいつボコして。ちょっと待って、毒使えねえかな。でも毒手前だけか。いや、上のやつだけボコすか、ちょっと。はい、チュン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 、いいダメージ。うわうわ、すっげえ微妙な量残った。ターンエンドだ、エネミーターンです。いや、どうダメです、大丈夫です、最強なんで。よし、敵たち動かず動かず、動いて。マリオ、いや大丈夫よ、ラビロで。さあ、この体力ちょっと薄くなおくん、ピキカン。よし、このターンしのいだね、いい感じじゃん。さあ、どうすっかな。さあ、とりあえずマリオが足場壊していくかね。え、いやー、マリオはちょっとあいつ踏んづけに行こうぜ。マリオいつものマリオのいつものやってあげて。マリオはいつものやつやってあげて、ここ踏んづけて、はい、ボーイーン、はい、ボーイーンって踏んづけて、で上の世界にやってきて。よし、マリオチャレンジですよ、これは。まさに上に敵、うわー、ちょっと待って、結構おるな、そこ怖っ。あ、マリオもうこいつにしよう。あいつ狙うの諦めよう。
これマリオ絶対次のターン殴られるよな。マリオ元気出してます。マリオ待って、マリオあるじゃん。そういや一個すげえやつ、ゴーストウォーク。マリオはスケスケやったぜ。これで お風呂に行こう。やましい気持ちはございません。よし、やっつけっかこいつ。うわ、良い感じ。次、あれ目ん玉って一個も攻撃しなかったっけ。俺目ん玉で殴るか。じゃあちょっとウェイ食らってる。この目ん玉一ターンで全部壊さなあかんのかな。あの目ん玉ってそのことある。ちょっと待って、一ターン終了しよう。ドゥン、エネミーターンです。さあエネミーがちょっと詰めてきたぞ。また詰めてきたぞ。すん、怖い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 。ちょっとずつ詰めてくるな。よし、とりあえずルーツ1個壊してみようぜ。あ、やっぱそうだ、これ一ターンのうちに全部壊さんと反応あかんやつや。これめっちゃ面倒ないこれ。めっちゃ面倒いやんこれ。あかんわ、一旦これで、一旦これで壊すわ。ここ大丈夫どう。さあ根っこぶっ壊。うわー消えた、綺麗になったね。よし、さあ次マリオ。マーリオー、マーリオンリモー、マーリモ、マーリモ、やっつけれねえかな、なんかバグってねえ。使うか、ザブーンオーラ、マリオザブーン。待って、ここ下から狙われないかな。まあ、いっか狙われても。マーリオーマーリオーバーバー。よし、さあこれでみんな動けなくてもったいないけど、行きましょう。ターンエンド、よし頑張ろうな、みんな。いや大丈夫大丈夫、敵増えたりしないよね。増えます。言えば増えます、増えますね。やはり前から思った俺増えるって、ね、だってピーちゃんどうすって。ピーちゃんダブルで壊したいよね、いつも思うけど。え、ピーちゃん天使、ピーちゃんファイヤー。ピーちゃんすごいね、ピーチちゃん。ああいつもろ出しだった。ついにもろ出し太郎、もろ出し太郎はちょっとやかんよ。やかん、もろ出し太郎はそれは飽きまへんよ。それもろですよ、もろ。さてと、じゃあちょっとマリちゃんだけ、どうしよう、前行くか。前行き回りをして、こいつもろっこしましょうか。せいせいせい、よし、スライディングをしたいわ、なんか。だってどうしようかな、ここポーンポーンってするけど、やっつけちゃったよ。ラビッツロゼッタ仕事なくねこれ。あいつもろ出し太郎か、殴るか、ちょっとこいつ。え、なんかないかな、いい技。いやでもいいか、普通にもろ出し太郎やっつけるか。え、ドゥルル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 ルで、さあ勝負、当たらん。次、何出てくるのこれ。あー、お化けくんか。うん、効かん。待って、もう一体出てくるくないこれ。やばいって、それ。あー、うち。大丈夫これ。え、ダーチャ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 ルダティーノ。大丈夫。いや、敵増えるのはまずいな。もうさっさと壊しに行こう、これは。めんどくさすぎる、さすがに。この量は。さっさと壊して、もうクリアだ、これ。それが一番いいわ、このステージ。よし、ジャンプ台あるのがいいね。ジャンプ台はね、チームジャンプを使わないから、なるべくね、奥まで行けるっていうのが最高オブザリー点ですよね、これ。はいはい。で、ピーちゃんがとりあえず最強なんで、ピーちゃんが全部やれる場所に行こう。全部やれる場所、こことか全部やれる、やれそうじゃない。ピーちゃん、はい、ピーちゃんの勝ち。はい、勝ち。ピーちゃん強っ。終わり？ワーバトルグリアオ。ピーちゃん強っ。いや、これもしかして？ワンツーマリオー。ワープクリスタルゲットです。良き良き、これはとても良き。いいねー。
いや、みんなレベルアップした18で。ねえ、ちなみにスパークス次のレベルまで上げるのにね、21まで上げなきゃいけないんだよね。だからここのダンジョンで多分、ダンジョンってマップ全体で21まで上がると思う。結構長いかもね、もしかしたら。さあ、ムービー、はぁ、めったいな。観光します。もみじ狩り行こう。さあ、唯一光ってたところのね。あ、なんかフクロウ、生意気そうなフクロウやな。そして、リスちゃん。野生のリスにはご注意ください。リス可愛いけどね。さあ、ああ、ウリボウ。イノシシたちがいます。失われた色彩。さあ、2分の1クリアでーす。よし、いやー、頑張ったね。なんだかんだ言って、やっぱこのフェンス強えわ。便利強い。便利強いわ。なんだこれ。これ持てない。おお。なんか裏道とかありそうなとか。大丈夫。なんもない、ここ。大丈夫。よし。はい。ということで、とりあえず1面は、こう、1面というか2分の1は終わりですね。さて、あと、今ね、マップ見たら、井戸の隠し部屋ってのがあるらしいんですよ。で、井戸に隠し部屋があるっぽいので、ちょっと隠し部屋今から探しましょうか。は？ほんまにあるんか？絶対これ使わない、いかれへんとかやろ。あ！ブロックがそもそも置いてた。あれ、こんなんあったっけ、さっき。ボス倒したことで開かれたやろ、絶対、今の。あったー、どこまで行くんやーっていう。ねえ、無駄もないけど。ねえ、ダークベースだまりをやっつけろ。井戸の隠し部屋。さて、井戸の隠し部屋。クリボーがいたり、ダークベースアイがいたりするステージ。おもろいですね。これで、ちょっとさすがに、このダークベースアイ壊せばめんどくさいんで、ラビッツロジタ外して、ラビッツルイジー入れさせて。なんでかっていうと、やっぱ、どん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 って複数攻撃できる子たちでいかないと、これ多分一生クリアできないんで、ちょっとこの子らでいきたいと思います。で、さっき増えたのが、エレキくんですね。エレキドドン。では、この3ついきましょうか。ダークスアイを14つ倒せです。いきましょう。じゃあ、まずは、こいつって弱点なんだっけ？氷だっけ？ねえ、氷か。氷誰持ってたっけ？氷は、ピーティーですね。ちょっと待って、まずこいつスライディングしよう。スライディングでボコそう、一回。調子乗るな、オラ。調子乗るな、オラ、スライディングして。で、どうしよっかな。ちょ、マリオくん。ちょ、分からせてもらっていいですか。ちょ、分からせマリオして。分からせマリオして。マリオは、一旦ここで、もういいやろ。耐えよるんか、敵。待って待って、めっちゃ敵おるな、ここ。ねえ、敵の量やばない、ここ。スライディングしなかったわ。スライディング。よし。分からせマリオにします。はい、ボンボン。良い子だ。え、次。さて、スライディングピーチ。クリームをちょっとやっつけましょうか、ちょっと。わーわーってやって。わーってやって。これ全部やっつけてる。わーってやって、ドーンってやろう。わーってやって、ドーン。ドーン、わーってやって、ドーン。いいね、ピーチ。仕事してる。ラビッツルイージはもろだしルイージでいこう。もろだしルイージでなんか適当に1人ぐらい当たったらなんか最高にいけるやろ。よいしょよいしょ。すごい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 。これだよ、俺が求めていたラビッツルイージの性能。はい、なんかようわからんけどいっぱい当たるやつ。もういい、これでターンエンドだ。ターンエンド、あ、出た。豚ちゃんたち、豚ちゃんたち、豚ウサギ、豚ウサギすごいな。体重何キロだおめえら。さあ、クリちゃんたちも前に来る。クリちゃんたちもまた前に来る。まあ、これ多分ね、早めに行かないと敵が多分無限湧きしてくるようなタイプのステージだと思うから、ちょっとあまりね、時間かけずにペアペアペアンと行きたいところですね、ここは。さあ、今回ストンプできないかな、マリオ。さあ、マリオ、マリオはニート、マリオがニートして、よいしょ。オッケー。さあ、ラビッツロゼット、じゃあラビッツー、お、え、2体しかやっつけられないんだ、これ。1体だけ ?1 体だけだ、これ。場所的に。まあ、いっか。ちょ、ピーちゃん、ピーちゃん。ピーちゃん来て。ピーちゃん、合図スライディングしていいで。ちょっと、調子取ってやつ。やってあげてよ、ピーちゃん。ピーちゃんスライディング。ピーちゃんは、どうしよう。ちょっとここで毒やっとこうかな、僕。ちょっと減らしとこう、少しでき。ピーちゃん強いからね。はい、毒になれ毒になれ、クラッシュして。
って帰るわ。帰って、で次ラビッツルイージュは上に行く。上でちょっとこれ壊してもらおうか。ポン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 。便利すぎるやろお前。お前マジで便利すぎるやろ。一人だけなんか異次元ムーブすんだよな。やっぱ強いよな、どう考えても動きが。で、一旦これでターンエンドでいいか。さすがにこれ以上やるとだるいな。よし、あの豚ちゃんにやられそう。豚ちゃんドン。ほら豚ちゃんやっぱそこまで来る。すごい来る豚ちゃん。豚ちゃんめんどくさ。よし、さあラビッツルイジどうする、やつをボコそうぜ。これどこまで当たるかな。いくで、ファイブ、ポン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 。あー1個当たる。もうこれクリアやろこれ。ここまでいったらちょっとなんか使おうぜ。 すげえやつ。これ何これ、パワーアップだ。攻撃力上げてからやろうか。イエーイ、せっかくだから攻撃力上げて殴ります。へい、はい、ポン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 。はい、オッケーです。マリオくん、でマリオが行こう。もうやっつけてください、マリオ。はい、マリオザタイム、マリオザストンプ、マリオザストンプ。体力残りやがったストンプ。お前何言っとんねん。おいえだ、これでお前残んのか体力。おいえ、おいえ、よし、クリア。いや、マジで強かった。ラビッツ意志が頭おかしかった。いや意味わかんないだろ今の。ポン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 って。いや特殊ある程度はステージに合ったキャラを選ばんとあかんね、これ。本当にマジでそうだわ。今回のチームこのなんかいい感じだった。チームハーレムだったけどルイージが来たよ。ねえ、さて新しい敵ですね。さっきの豚の女の子です。ストンパレットはクルさんによって生み出されたラビッツの DNA と豚の融合体の一つ。ストーンパレッタパレットはなぜか自分のことをバレエダンサーだと思っているようで、ピルエットからの着地とともに発生する風はドスの重さもあってか非常に強力。ストーンパレッタパレッテはどんな強風にも動じませんが寒さにはめっぽい弱いぞっていう。で、なるほど、バレエダンサーだったんだ。なるほどな、そのステップの美しさ納得。さて、おお、外に来ました。森が色づきました。いいな、雰囲気がだいぶ良くなった。だいぶ良くなったな雰囲気。いい感じだね。さ、行けるところもだいぶぐるって広がって、このゲームまだまだやれること多いなと思うんですけど、まあ、とりあえず今回ここまでにしましょうか。さ、次回なんですけどね、まあ、もう一個のワープクリスタルかをゲットするために頑張ります。頑張りつつ、あとね、やっぱサブクエストも若干こなしていくって感じでやっていきたいと思います。まあ、次回も頑張りましょう。よし。それでは、チャンネル登録してない方、チャンネル登録、そして高評価よろしく。また次回の動画でおつぱよ。